福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。これもダメか。リーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの16回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は水橋大輔でお伝えしていきます。お二人、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さんは現役時代、数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプ。邪魔なんだよ、これ。うん、やっぱりね、シュートピッチャー。使われるんだったらステイ。誰も買いません。打席には3番バッター大谷。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは松坂。ここまで10勝をマークしています。切れました。ファールボール。針が出てくるわけにもいかないでしょ。切れました。ファールボール。改めてお聞きします。バッターボックスの大谷、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、ガンガンライナー。いい当たり。セカンド取る。一塁アウトで、スリーアウト選手です。あの人もよく壊してね。あんたの身だって彼だと新幹線。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。やはりね、気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね。いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。あ、これあれが入ってる。領収書が入ってる。打ちました。ショートを取った。これで7試合連続安打。ノーアウト。さあ、先ほど ノージー。ダブルフィジー。大谷、ホークス、この回4点を失っています。ワシアノジー。ワシアノジー。ファーストの横抜けました。一気にライトへ。サードランナーホームイン。ファイターズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。5対1。ホークス、もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスは3番大谷。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。打った。これはファーストの左、抜けました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックス大谷、まあ、前の打席でストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。一塁二塁間を破る。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。小宮山さん、3番大谷、まあ、ホークスとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど。そう、打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。ライト使ってから破っていきました。セカンドランナーホームイン。ファイターズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。11対5。ホークス。大谷、ここ5試合で打率は9割を超えていますが、西さん、当たりに当たっているという感じですよね。文句なしの活躍ですね。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。日本ハムファイターズ。ホークス
なおもピンチです。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあ、ただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。はい、ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったファイターズ、大量点を取って小遣いが欲しいということになりました。じゃ直しやらないけんね。非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。じゃあ、どっかで拾ってきたら持って帰ってこようって言うんで、これよ。しまいました。今日の解説は、小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。何だか拾ってどうするなんて言うけど。ありがとうございました。使えるかわからんのよ。この辺りで、福岡ヤフオクドームから失礼します。小さなのとアップラコラムでから、もしあのあれ食べるところがなかったら、それで補給できるんだよ。先生から固定して色同じ色つけりゃ目立たんので、うん、本番だけ疲れるわ。